折り紙で作る七夕の飾り、この動画はですね、こちらの吹き流しですね、ちょっとカラフルな吹き流しの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。まずは下の部分の吹き流しですね、作っていきます。まずはですね、この4枚の折り紙、一つずつやっていきますが、こちらをですね、まずは半分に折ります。で、折りましたらこれをまたさらに半分に折ります。折りましたらですね、切り込みを入れていきます。切り込みはですね、こちらの開く方、こちらの方から、切り込みの幅につきましてはお好みで、入れていただいて、で、上の方もだいたい5ミリぐらい切れ、残して下の方を切っていきます。下の方を切りましたら、一旦これを広げます。広げますと真ん中のところが切れてないので、ここも同様に切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れましたら開きます。こんな感じになってますんで、今度はですね、この真ん中の折り筋のところですね、ここをハサミで切ってください。真ん中の部分で切りました。こんな感じのものを残りのこの3枚ですね。こちらでも同様に作ってください。残りの3枚も同様に作りました。そしたら今度はですね、これらを留める帯を作っていきます。この折り紙をですね、半分に折りまして、で、折ったらまたこれをさらに半分に折ります。で、折ったらまたこれを半分に折ります。はい、こんな感じですね。あとはこれを、また開きまして、はい、開きますとこんな感じになってますんで、これをですね、3つ、3箇所、1、2、3箇所、ハサミで切ってください。はい、3本の帯に切りました。で、そうしましたらですね、先ほど作ったものに、貼っていきます。まだですね、この切ったものをどういう順番にするかを決めてください。で、決めましたらこれらを裏返しまして、今度はこの黄色い帯ですね。これを先ほどのものの真ん中、折り筋があると思いますんで、そこに黄色が前に向くようにして、このようにして貼っていきます。こちらの黄色い帯をですね、この下の方に合わせつつ、そしてこの真ん中の折り筋のところですね、に置きます。この状態でですね、真ん中のところにボンドをつけまして、で先ほどご説明したように接着します。一箇所ボンドで貼りましたら、この上の部分ですね。こちらをですね、ざっくり言っていいので、この上の部分だけをちょっと3等分にします。折るだけですね。一箇所折って、で、もう一箇所ちょっと折り返します。ざっくりで大丈夫です。で、そうしましたら、今折ったところに、これを貼っていきます。なので、別の次のやつですね、ここの真ん中のところにまたボンドを塗っていただいて、で、先ほどの、大体のところですよね。3等分に折った大体のところを接着します。この時にですね、横が大体まっすぐになるように、調整してください。こんな感じですね、残り1箇所、あと一番上ですね、に先ほど作ったものを接着ください。で、真ん中の方をこちら貼りました。で、そうしましたらもう1枚ですね、今度はこれを、端っこの方に貼っていきます。これはですね、もう1枚ずつですね、ボンドを、点でいいので、つけていただいて、で先ほどの紙を貼るのですが、貼るときはですね、このまま横一緒に貼るのではなく、ちょっとずらしてですね、少しだけずらした状態で、紙の方を貼ってください。貼りまして、これを表に返すと、こんな感じでですね、端っこにちょっと出てきます。これがのりしろになりますね。で、最後の1枚につきましては、この上の部分に、飾りとしてこのように、貼りたいと思います。折り紙の一番上の部分にボンドを塗っていただいて、で、貼り付けます。上の方に貼りましたら、今度はこれを筒状に、貼り付けていきます。で、貼り付ける際はですね、下から順にやっていくと、後がやりやすいです。なので、この、
まあ、一番下オレンジですね、ここにボンド、角のところにボンドを塗りまして、でこれをですね、黄色い帯のところですね、ここに貼り付けます。こんな感じですね。で次真ん中のやつですね、一段上のところ、まあ、点で塗りましたら、先ほどの黄色い折り紙のところに貼り付けます。こんな感じです。これをですね、残りの2枚も同様に貼ってください。接着するとこんな感じのものが出来上がります。ここまで来ましたら、今度はですね、ここに架け橋みたいなのを作るので、先ほど使ったものですね、こちらをまた使います。こちらをですね、またこの1本だけ、ハサミで切ってください。1本だけ切りました。でそうしましたらですね、これを、まあ、この細長い状態で一旦半分に折ります。半分に折りましたら、これをまたさらに半分にしまして、でこの折った部分をハサミで切ってしまいます。まあ、こんな感じですね。あとはこれを、貼り付けます。折り紙の端の方ですね、にボンドを塗っていただいて、でこれをですね、内側の方に貼ります。まあ、こんなんですね。でそうしましたら、反対側の方にもボンドをつけます。ボンドをつけましたら、これをですね、奥の方にこのように曲げて、で接着します。はい、こんな感じのものができます。もちろんここ折り紙ではなく紐であっても大丈夫です。お好みで変更ください。ここまで折りましたら、今度はですね、星の方を作っていきます。こちらの折り紙を使う前にですね、まずは型紙の方を作っていきます。まずはですね、折り紙を半分に折りまして、でこの右の角ですね、こちらを真ん中上に向けてこのように折り上げます。で折ったら開きます。開いたら、今度はですね、今度上の方、こちらを真ん中下の方に向けて折り下げます。で折ったら開きます。まあ、こういうのってですね、こちらの方にバッテンの折り筋ができます。続きましてですね、このバッテンの折り筋のこの真ん中ですね、ここにですね、左のこの角、こちらをこのように合わせるように持ってきまして、で合ったところで、左の方を折ります。折ったらですね、今度はこちらの辺の方に向けて、今折ったこの先端の方をこのように折り返します。で続きまして、この下の方ですね、この下の辺を今折った部分、こちらに向けて合わせるように折ります。で折りましたら、こちら合わせたところ、ここを起点になるように、半分に折ります。はい、こんな感じです。今度はこれをですね、まあ、ハサミで斜めに切るのですが、この切る前にですね、先ほどのこちらの折り紙、これを一旦触ります。この黄色い折り紙を、半分に折りまして、でさらに半分に折ります。で半分に折りましたら、またこれをですね、半分に折ります。はい、こんな感じです。でここまで折りましたら、先ほどのものですね、こちらの黄色い折り紙のこの縦の長さ、これの半分ぐらい、この半分ぐらいの長さでこちらを切ります。まあちょっと大きめにですね、最初斜めに切っていただいて、でこれを、広げます。まあ、そうしますと、このように星の形になるんで、まあ、これを一旦合わせてみまして、まあ、大きいということで、これをもう一回畳み直します。で、畳み直したら、これもですね、もうちょっとハサミで切ります。で、また広げます。で、もう一回合わせまして、まあ、こんな感じでですね、徐々に徐々にサイズを合わせていってみてください。こういう星の方をですね、このような感じで、収まるように、切り合わせました。まあ、大体長さが 3.5 センチぐらい、先ほど畳んでる状態ですね、 3.5 センチあれば大丈夫かと思います。あとはこの型紙に沿って鉛筆で周りをなぞります。はい、こんな感じですね。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りました。でこれでですね、星の方が出来上がります。これをですね、もう1枚も同様に作ってください。もう一枚も同様に切りました。で、そうしましたらですね、今度はこれをですね、
このように白い方を内側に閉じるようにこんな感じに、全て折っていただければと思います。なのでこのように谷折りではなく、山折りに変えるような感じですね。これを他のやつも同様に行ってください。このように全て畳みましたら、これを一旦開きまして、でこのとんがってる部分、その次の下のへこんでる部分ですね、ここにボンドを塗ります。真ん中の方に向いて、まあ、一本なるような感じでつけて閉じます。閉じて接着します。これをですね、残りの7枚も同様にですね、真ん中ちょっと下あたりにボンドを塗りまして、でこれを閉じて接着してください。他も全て真ん中を貼りましたら、今度は外側ですね、一番上の方、上のところにボンドをつけて、でその反対、下の方ですね、下の方にもボンドをつけます。でそうしたらこれにですね、もう一枚をこう重ねます。重ねて上下を接着します。でまたさらにですね、上のところと下のところに塗りまして、でもう一枚をですね、同様に貼ります。まあ、こんな感じでですね、残りのやつも全部、貼っていただければと思います。すべて貼り終わりましたら、今度はですね、紐を用意していただいて、まずはこの外側の方にですね、先ほどと同様に上の方と、あと下の方ですね、にボンドをつけまして、で、これで、まあ、反対側にくっつけるんですが、まあ、紐をですね、真ん中のところに置いた状態で、こちらの方を閉じます。そうしますと、このような感じのものが出来上がります。こちらがつきましたら、今度は下の方にですね、吹き流しの方を結びます。まずはですね、この紐のとこ途中にですね、留め結びを作ります。まあ、これですね。で次にですね、この先端を先ほど作った吹き流しのこちらに通しまして、でこの留め結びの輪っかの中にですね、先端を戻します。で最後にこの留め結びをキュッと締めていただいて、でこうしますと、まあ、どちらか引っ張ればこの吹き流し側のこの輪っかですね、こちらが、まあ、縮まっていきます。であとはですね、上の星の部分をこう下の方に下げていっていただいて、で合わせていただければ、これでですね、吹き流しの方の完成になります。まあ紐がですね、余り分が気になる場合はハサミでカットしてください。いかがでしたでしょうか。今回ですね、ちょっと作るのが大変かもしれませんが、まあ、見た目もちょっとカラフルで、面白いような形の吹き流しの方を作ってみました。で上の方にはですね、星の方をこのように作りましたが、まあ、ちょっと分かりにくいですが、ハートのような形のものだったり、まあ、こんなんですね。あとはボールですね、球体の方をこのように折り紙で作ってみたりして、でこちらダイヤ型のような感じのものも作ることができますんで、まあこのようにですね、上に飾るものもお好みで作ってみてはいかがでしょうか。まあ、そうすると、まあ、ちょっと作るのはですね、手間がかかりますが、まあ、かかった分バリエーションが広がって面白い七夕飾りにできるかなと思います。よろしければお好みのものを作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回ですね、七夕飾りの吹き流しのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。